チベット自治区、チベット自治区、チベット自治区、チベット語、プーランキョンジョン、あるいは製造自治区は、中華人民共和国、以下、中国の西南部を占める、区域自治区である。中国の公認された少数民族としてのチベット族、クラ族の居住領域に設けられた、民族自治区とされるが、チベット自治区の領域は、歴史的、 文化的なチベット地域のうちの中国領に内包される部分の一部で歴史的にチベットと呼ばれてきた地方を占めるのみであり、中国語による名称はチベット自治区という。一方、日本語では戦前から長くチベットとチベットはほとんど同義であるかのようにして用いられてきており、チベット自治区とチベット自治区、チベット自治区、シーザン自治区、 などの読みが見られるという二つの故障が並行して使用されてきた。もっとも近年の日本政府関係資料や日本のマスコミの用法ではチベット自治区の故障がより多みられる。政治的単位としてのチベットが歴史的、文化的なチベットの全体ではなく中国によって設定された行政区域であるチベット自治区、チベット自治区と同一視されることもしばしばある。 こうした視点は、そもそも前述の日本語における戦前からの、チベットの意味合いから逸脱したものではない。中国政府のチベット政策に反対する、亡命政府や彼らに、資金、物資、人材の支援を、ウッキカンは、チベットとチベット、チベット自治区の同一種に対して、異議を唱えている。チベット自治区は、チベットの伝統的な地域区分に言う、ガリーウー、サンコンポタクポ。 三十九族、チャンタンカム地方の西部などに相当し、中国政府はこれを、ラサ市ンン、ナン市、四月市、洛中市、ガリ地区、ニンティ市、チャムド市に区画している。中国内地に成立した政権、中国内地を征服し、中国内地に本拠を置いた歴代の政権で、チベットの内部にまで、直接の軍事的、行政的支配の手を伸ばした政権としては、 クビライ政権以降のモンゴル帝国と妖精帝以降の清朝が存在する。チベットと称する中国の行政単位の直接の起源は1723年妖精帝による愚子藩一族の征服とそのチベット支配体制の回に遡る。詳しくはチベットを参照。妖精帝は愚子藩一族がチベット各地に保有していた各地の諸行や直轄地に対する 支配権を摂取、愚守藩一族と帰化の青海モンゴルの各部族を青海、アムド地方において三重の旗編成して、利藩院の管轄下に置き、その俗領を二分して、丹羅山脈、東高羅山脈、ディチ中川、金斎を結ぶ線の南側を、ダライラマ領に加え、この線の北側には、大海地方を設けたほか、残る部分を隣接する甘粛省、非線省、 雲南省などの所省に分配し、これらの土地のチベット人諸公に各級の土色の称号を与え、兵部を通じて支配下に置いた。愚子藩によって1642年に寄進されたヤルンツァンポカ流域と、この分割により、新たにダライラマ領に加えられた地域を合わせた領域がチベット地方である。養成帝によるチベットの行政区画は、 基本的には20世紀初頭まで維持されたが、1903年から1904年、ヤングハズバンド率いる英領インド軍の侵攻に驚いた新朝は、ダライラマや諸行による自治に委ねてきた旧姓を廃止、チベットを中国に施行していた制度によって直接掌握することを決意、1905年、長治豊か率いる四川軍を西方に向かって進発させた。 長寿豊軍は、チベット人たちの抵抗を粉砕し、チベットを、東方から次第に、軍事的に制圧しながら1909年らさに、到達、四川省の西部とダライラマ領の東部、すなわち、カム地方に、西高、ダライラマ領に、チベットという二つの、省の設置に取り組もうとした。しかし1910年に、中国の共和化を目指す、侵害革命が勃発すると、 長寿豊は本無知の支線に帰還し、そこで共和派によって殺害された。チベットを占領していた新朝軍は同様、インドに脱出していたダライラマ13世は1913年チベットに帰還し、チベットの独立を求めて新朝軍の残党に対する抵抗を指令。中国人の占領軍はリチワワの線まで押し戻された。 チベット政府がチベット全域の領有を目指したのに対し、中国側では、大海、寒宿で、新来以来の球場を保持したほか、中央チベットを、チベット、長寺豊かが、成功賞を設けようとした地方を、河辺別地区と称し、チベット全体が中国領であると主張し続けた。南京国民政府は、1931年、実際には、チベット政府の統治下にある、 カム地方西部を含め、カム地方全域を管轄地域とする成交省を発足させた。中国共産党は国民党との内戦に勝利し、チベットに対しても1949年までにアムド、オーミ地方、カム地方を制圧し、この年の10月に中華人民共和国の建国を宣言して、中国人民政府を立たせた。そして1950年、 チベット和平解放と称して、人民解放軍を中央チベットに派兵、1951年にラサを占領し、チベット全土を制圧した。中国人民政府は、旧国民政府が成交省に帰属させながら、実際には実効支配を確立できなかったカム西部、ショート地区については、中国政府に忠誠を誓う、チベット人によって組織された。 小突っぱなし、委員会の下、引き続き、チベット地方に帰属させ、カム地方東部のみを範囲として、成功症増族自治区を発足させた。この時、チベット人の比率が低く、国民政府が成功地方に帰属させていた南小地区は、雲南地方に移管された。この自治区は1955年に廃止され、カム地方東部は、四川省に組み込まれ、 中国によるチベットの行政区分は行政期以来の状況に回帰することとなった。チベット政府がチベット和平解放によって締結を強要された17か条協定は、チベットを中華人民共和国祖国大家庭に復帰するものと規定するものであったが、ダライラマをはじめとするチベット政府の各級職員が引き続きチベット部分の統治を担い、 改革は強要されないという規定もあった。しかしながら、この協定の適用範囲はあくまでもチベット地方に限定され、その他のチベット各地では、中国内地で何年もかけて徐々に展開された民主改革、社会主義改造が、1950年代半ばから強行されることとなった。改革が、諸行、属人貴族の政治的地位や特権の廃止に止まっている間は、 反発も少なく歓迎する民衆も少なくなかったが、対象が寺院や僧侶に向かうと、チベット人の反発は大きくなり、1956年からアムドカムの各地で中国支配に反発する放棄が始まった。1959年に頂点を迎える、チベット動乱の勃発である。放棄の当初は、中国の統治機構をアムドカムのほとんどから一時的に一掃する勢いで、 あったが、鎮圧のために中国軍が組織されると、各地の放棄軍はチベット地方へ逃れ、難民も発生した。放棄軍は、チベットにおいて、統一公中組織、チュシガン眼クを結成、中国政府に対する組織的なゲリラ活動に踏み出した。騒乱は1959年に、ラサに波及、ダライラマ14世はインドへ亡命し、 チベット亡命政府を樹立した。中国政府は、チベット政府の廃止を、宣言、1966年、チベット自治区ヒカルソナ委員会を廃止して、チベット自治区が発足する。以降、ダライラマ14世のチベット亡命政府と、中華人民共和国は、自治権、独立性、領域などについて、たびたび主張が衝突している。中国政府は、 中国に批判的なチベット人を徹底して弾圧している。自治区は北西部で新疆ウイグル自治区、北東部で青海省、東は四川省、東南部で雲南省と接し、南はミャンマー、インドアッサム州、ブータン、ネパール、カシミール地区と国境を接する。製造高原の中心をなすチベット高原は海抜4。 零零零メートル以上の大高原であり、世界の屋根と称される。高原南部のヒマラヤ村脈は、急峻な山々が峰を連ね、ネパール国境にある、チョモランマ峰は、海抜八、八百四十八メートルに達する世界、最高峰である。また、三大聖湖である、ナムツォ、おメキサク、ヤムドク湖、ヒツジ羊託要素、マーナサローバル湖、メカタガタ要素を含む湖がたくさんあり、 特にチベット高原北部は地球上で最も湖が多い地方の一つである。チベットの気候は標高の高さから冬が長く夏がないため、チベット高原北部では水源の乏しい地区には広大な無人の荒れ地が広がっている。また日照は十分にある。空気が希薄なため外来者は高山病にかかりやすい。 高山病の対策は体を徐々に慣らしていくことである。高度循環。日本の約4倍の面積。2002年の人口267万人のうち、チベット族が93%を占め、漢族が6%でこれに次ぐ。残りは、海族0.3%、モンパ族0.3%など、わずかに過ぎない。シュフラサシガチェ地区のシガチェギャンチェは、 国務院により国家歴史文化名城に指定されている。ラサ市内のダライラマの冬宮であったポタラグーは1994年にユネスコの世界遺産に登録され、チベットで最も神聖な寺院であるジョカン、大正寺も2000年には拡大登録、さらにはダライラマの夏宮であったノルブリンガも2001年拡大登録された。なお、外国人は チベット自治区に自由に立ち入りすることができず、査証とは別に入域許可書が必要である。乗車券や航空券を購入するにも入域許可書が必要であり、当日改札口やチェックインカウンターで所持の有無を確認される。チベット自治区は6地球市及び1地区からなる。2002年の全区生産総額は161億人民元で、 全国32小区市のうち32番目であった。ただ、一人当たり生産額は6、046元で、全国22番目である。チベット族の80%は農牧に従事しており、貧困地域が多いが、開放政策によりラサやシガチェ、ギャンツェなどに観光客が入るようになり、観光業の伸びが著しい。また、自治区内の農民や遊牧民は、あらゆる税が免除される。 さらに2000年から、チベット自治区でも国務院の西部大開発政策が実施され、製造鉄道や道路の建設などが加速している。2004年の全区輸出額は、対前年比6.9%の13.008万米ドル、輸入は、対前年比136%増の9。345万米ドルであった。また個人が返境で行う零細な貿易も、 対前年比31%増の2億人民元に達したと報されている。ただ、中国全省の政府工作報告は2005年1月に行われた2005年政府工作報告までインターネットで閲覧できるのに、チベット自治区の政府工作報告は2003年までしか公表されておらず、極めて異例な事態となっている。天然資源が豊富であり、 チベット高原の豊富な水量を利用して、チベット中部の電力緩和のために、チベット発の大型水力発電所であるが、建設された際は、下流のインドで議論を呼んだ。また、チベット高原のザブイエシオ湖では、世界3位の埋蔵量とされるリチウムの採掘が行われている。CNN のが2016年の9月に、チベットで行った取材記事によれば、 人口の10%に満たない、漢民族が経済を支配し、高級な仕事を独占しており、これがチベット人の怒りを買っているとされている。中国政府は、道路や鉄道といったインフラを中心に、多額の投資を行ってきており、多くのチベット族は、こうした改善を歓迎しているものの、チベット族は漢族ほど、成長の恩恵に良くしていないとの負の声も上がっている。 全く同じ仕事をしている場合でも、チベット族の給料は、漢族の3分の2だという。また、経済成長とともに、現地の伝統文化が失われることに対しても、非難の声が上がっている。一方で、同じ CNN の取材の中で、チベット自治区のペンパタシ副主席は、チベットの誰もが幸せで満足していると話した。また、取材を受けた男性も、 漢族の同僚に比べると少ないものの、併合前と比べて併合後の方が、収入は増えたと回答している。西部のガリ地区を除く、自治区全域は、生徒軍区、王県民司令院の管轄下にあり、下級のチベット軍区には、第52参地旅団、第53参地旅団の存在が確認されている。新疆との関係が強いガリ地区は、乱州軍区が管轄する。また、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。